ああ、布団が吹っ飛んだかな。すごいよ。こんにちは。はい、高橋かりんです。どっちが好きとかある？はい、なんか口なじみがいいのは布団が吹っ飛んだの方かなって思います。この番組は高橋かりんのすごいよレベルを上げていくことで美味しい思いをみんなで共有していくレベルアップバラエティです。レベルが上がると様々なアイテムが手に入ったり、特別なイベントが実施されたりと美味しいことが起こっていきます。ちなみにすごいよかりんちゃん X のフォロワー数が100増えるごとにレベルアップします。この収録時のレベルはこちらです。はい、そして現在確定している美味しいことはレベル280で2週連続ゲスト調整となっております。みんなの力を私にくれ。はい、ということでいきましょう。すごいよかりんちゃん、今回もよろしく。すごいよかりんちゃん。はい、改めましてかりんちゃん投手の高橋かりんです。出席。こっちか。はい、再来週が第300回、来月は6周年を迎えます。だって、7年目に入るってことらしい。投手すごい。だってありがとうございます。支えてくれる党員もすごい。本当、党員の皆さんのおかげです。イエーイ。さあ、最近かりんちゃんがすごいと思った人や物はということですけど、すごいと思った物や人なんだろう。すごい、いました。私が最近すごいと思った人、はい、立花ひなちゃんです。ライブで一緒にやったんですけど、もうこれいろんなところで同じ話してるから別に話していいかなって思うんですけど、そのライブの中で立花ひなちゃんと一緒に歌う曲がありまして、で最後がね、セリフで終わる曲だったんですけど、立花ひなさんがですね、ぶっこんできまして、誰にも相談せずに最後にアドリブにするっていうね。びっくりして、セリフがだから練習してたやつと違うセリフを彼女が言ってくれて、でもすごくなんというかエモく終われたんで、それがそのアドリブを入れてくれてよかったなって思ったし、なんかその後の MC のとこで誰にも相談しないで入れたから、偉い人たちに怒られて、ブルーレイとかになった時にカットされてるかもしれないんで、この話は一旦置いといて別の感想も話しますみたいなことを言って編集点を作ってて、なんか肝が据わってんなっていう意味ですごいなって思いましたね。はい、いや本当に天才ですね。天才っていう言葉でなんか片付けるのもこうもったいなんていうか、言葉が足りなくて嫌だなって思うんですけど、すごいなって思いました。はい、さあかりんちゃんも好きなイコールラブが今月6周年ライブを行うようです。はい、10月の18、19日ですね。この番組と同じ2017年に結成デビューしていたんですね。そうですね。最近のイコラブトークは何かありますかということで、ちょっと最近のイコラブトークはですね、来週に持ち越したいと思うんですけれども、はい、次回話したいと思いますが、そうですね、イコラブちゃんと同じなんだ、ドキドキっていうのと、あと私昔はマイカちゃんと一緒に君待ちタイやってたからねっていう謎の嬉しさがありますね。でも1回しか一緒になったことない気がする。もっといっぱいなってるかな、あんまり同じなんかランダムの組み合わせだったから、あんまり同じタイになったことないかもしんないけどって思います。さて、じゃあ皆さんからいただいたメールをご紹介していきたいと思います。トイネームタンタカタンさんからいただきました。ありがとうございます。300回記念企画案ということで送ってくれました。いくつか書いてくれたのでスタッフさんが絞ってくれました。3つに絞ってくれたんですけれども、まずお祝い対談ということで、すごかり300回のお祝い対談としてリモートでアメリカと中継をつないでマッカートさんや最近見ないカリミカさんに祝ってもらう企画だって手間がかかるあ、でもいいかもしれないですね。カリミカさん最近どうしてるかな。
でもカリミカさん新しい名言増えたからね、きっとあの白は200色あるねんでっていうやつ2択20問あ、嘘、2択20選2択の質問を解説なしでとにかくたくさんどちらかを答えるだって、あ、いいですね。でもこれみんなの協力がないと難しいですよ。あのたくさん2択を送ってくれたらこれできるかもしれませんね。はい、はい、続いて最後の一つが党員転校だって。かりんちゃんが希望した党員の一言イメージを言う。本当にそうかどうかは関係なく、党員ネームを聞いてすぐにアテレコ職人とか長い党員ネーム噛みそうとか解説なしでとにかく言うだって。あー面白いですね。あのみんなのプロフィールは前に募集したこともあったんで、逆にプロフィールに関与せずにこういうイメージを言うのは面白いかもしれないですけど、割とみんなのあのプロフィールを知ってるから普通に個人情報をバラす可能性ありますけど大丈夫そうですか？はい、面白いですね。たくさんありがとうございます。はい、続きまして、党員ネーム前髪にグミついてましたさんからいただきました。ありがとうございます。かりんちゃんこんばんは。こんばんは。300回企画ということで考えました。300はみおをということで、みおをになりますね。3がみ、0がお、0がお。はい、というわけで野中みおさんをゲストに呼ぶのはどうでしょうか。だって、はあ、いいですね。まあみおを呼べるかどうかはともかく語呂合わせはうまいですねっていうことです。みお、いやめっちゃいいと思うんですけど、みお様さここに呼んでもさ多分進化は発揮されないよ。うん、普通に会ってる時が一番面白いから。どうなんですかね。まあでも来てくれんなら嬉しいけど、それはそれで私は、はい、あの心の準備必要なんで、サプライズはやめてください。みお来るとき教えてください。はい、面白い。でもさ、みおさんも呼んだら、ひとびちゃんとさ、ぴちゃんもさ呼んだ方がよくないね。いつめ呼びたくなっちゃいますけど、みんなで大集合になってくれたら嬉しいな。300回だからな。どうなりますかね。な、呼べるかな、みおは。最近の一面トークある？最近の一面トークは、あのこの間、あったんですけど、あの美術館の話になって、なんかね、みお様が持ってたアイテムがあの美術展のグッズで、え、それ何々展のやつじゃんって言って、あ、そうなんですみたいな話して、私も行ったって言って、でひとびちゃんも行ったって言ってて、でなんかひとびちゃんが、え、かりんさんって美術館好きなんですか、今度行きましょうよみたいな話してて、あ、いいよみたいな、で何行きたいのみたいな話してて、なんかあの映像のとか言って、あ、イマーシブ展ねみたいな言って、であとなんとか思って、あ、それあそこでやってるやつだよねって言ったら、え、キモってなんかすいません、なんかあの一緒に美術展行きたいとか言ったんですけど、ちょっとあの美術の好きのレベルが違うかもしれないです、ちょっとキモいかもって言われて、いいな、好きだな、ひとみちゃんと思ってちょっと面白かった。それ最近あったトークです。はい、そんな感じですかね。じゃあ続きまして党員ネーム三角デルタさんからいただきました。ありがとうございます。300回の話は終わりました。はい、かりんちゃんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。かりんちゃんにご相談です。最近年のせいか、好きなアーティストの新曲を覚える際に今までの倍以上の時間がかかってしまいます。かりんちゃんはキャラクターソングなどライブで披露されるために短期間で曲入れをされているかと思いますので、早く曲を覚えるコツがあれば教えてほしいです、ということでありがとうございます。そうですね、確かになんか結構短時間で入れることもあるけど、割といっぱい聞く。なんかそのいきなりその曲を歌おうってして歌うと、自分の思っている音程と本当の曲の音程とかが違ったりするんで、まずずっと聴いてる。でちゃんと耳に意識してなくても電車乗ってる時とかに永遠に聴き続けて、でたまになんかそれで寝ちゃってる時とかもあったりするけど、それでもなんか聴いてると睡眠学習されている気がする。でこれは時間がある時のやり方で、時間があったらその後に普通に歌ってみてやってみる。でなんかこうスピーカーで流して歌う時とイヤホンで聴いて歌う時って、なんか多分
その音の聞こえ具合が違うんで、なんか違うんですよ。だからなんとなく覚えたいときはまずこうスピーカーでずっと流してこう口ずさんでればいいんですけど、最終的にきっちり覚えたいときにはイヤホンして自分も一緒に歌うと、なんかこう、あ、ここがちょっと違うなとかがわかる気がします。でもだいたいなんか曲ってギターのコード進行って絶対決まってるんですよ。あのなんかこういう構成にするのが美しいみたいなのがあって、なんかその固定のやつがあるんですよ。なんかなんとなくこうだな、だからそういう曲にちゃんと合ってる、ちゃんと合ってるっていうか、なんか歌謡曲みたいな感じの曲だと大体もう、あ、このメロディーが来たら最後こうなっていくだろうなみたいな、なんか予想で歌えちゃうから、なんか初めて聴いた曲もなんとなく歌えたりする曲が多いんですけど、そうじゃない最近の曲は難しいです。だからリズムとかなんでこの音が来るんだよみたいな、なんか気持ち悪さがあって、多分その気持ち悪さの違和感が逆にこう人の心を掴んだりすると思うんですけど、私的に覚えるのはむずい曲だなって思いますね。だからたくさん聴いてみるのが一番いいかと思いますよ。歩きながら歌っちゃう、踊っちゃうみたいなことある？私めっちゃやってる。それだからね、すごい友達にやめろって言われるでも同級生たちはみんな割とこう歌っちゃうタイプの人たちなんで、なんかカラオケとか好きなタイプで、だから一人がなんか歌うと誰かハモり出すみたいな感じなんで、割とやっちゃうんですけど、あとライブ近くなったら、あの振りを覚えるためになんかこうやって踊りながら歩いてる多分周りから見たら変な人だと思う。やっちゃうね、結構動いちゃうな。まあ浸透させていくのがいいかと思います。いっぱい聞くのがいいです。あとはゆっくり口を動かして練習する、これが良きと思いますよ。はい、では続きまして、トイネームトレンチコートさんからいただきました。ありがとうございます。かりんちゃんこんばんは。こんばんは。仕事がある日は全然起きれないのに、休みの日は早々に起きて活動できるんですが、この現象に名前をつけていただきたいです。またかりんちゃんにはこういうことありますか？ということでありがとうございます。私は前も話したけど、友達と会う時の方が絶対遅刻するから仕事の方が早々に起きれて活動できるんですけど、そうですね、これはなんだろう、でもやっぱこう仕事に行きたくないっていう気持ちが体を重くしてるんじゃない？だから仕事の中でなんか楽しいこと見つけられるといいよね。それが何でもいいけど、別にこう本当に短絡的にお金って思って起きてもいいしお金稼げると思って起きてもいいし、なんか今日のお昼ご飯のお弁当は好きなこれを買うんだとか、好きな自分で作ってんだったら好きな冷凍食品入れるんだとか、わかんないけどとかかな。やっぱこの行きたい気持ちややる気の問題で起きられないんじゃないかなって思うんですね。この現象に名前をつけるとするならば、この現象に名前をつけるとするならば、なんだろう、何現象だろう。遠足の前の小学生現象、遠足前夜現象。ああいいですね、いいんじゃないですか。逆か。あ、でもほら遠足は楽しみじゃん。普通の普段の学校の日は起きれないのに、遠足の日は起きちゃうみたいな、知らんけどそういう感じじゃないですか。もっといいネーミングありますか？皆さん思いつきますか？私は思いつきません。ディズニーランド現象。ディズニーランド行く日はどんなに早起きでも早起きするのに、普通の日は起きれない。昔ディズニーランド行くのにさ、朝6時とかに起きてなかった？ありましたね。開園8時だから8時より前に着くってことは何時でみたいな、6時で、あ、もう5時ぐらいに起きなきゃみたいな、それそれ現象。ちなみに休日はどんな過ごし方してる？朝何時に起きるとか。休日は朝はだいたい7時半くらいには一回目が覚めてしまうので、目が覚めて、まずあのポケモンスリープを止めてで、あのポケモンに
あの餌あげたりとか、あの捕まえたりとかして、これで15分くらい経ちますね。で、ああでこんな具合かと思って、あのポケモンの編成を変えたりとか、ポケモンにちょっとあの飴あげたりとかして、で、あのポケモンを育てた後、あ、じゃあちょっとまあ起き上がるかっつって起き上がって、で、どう、何すんだろう。最近は、この間はあのあれやった、スカーレット・バイオレットのダウンロードコンテンツの緑の仮面だっけ、名前、前編のやつやったの。めっちゃ楽しみにしてて、すごい楽しみにしすぎてすぐ終わっちゃったっていうツイッターの人見てたから、あ、すごい楽しみにしてるけどすぐ終わっちゃうんだよねって思ったら、やっぱ一日で終わっちゃったけど超楽しかった。あのね、新しいねキャラがね、いい感じ。あのすぐりさん、すぐりくんとゼイユちゃんっていう子が出てくんだけどね、あのね、いい兄弟だよ。すごいんだよ、みんなやって。で、新しいマップ増えたから、あのちょっともうちょっとなんていうの、こう捕まえるポケモン増えて嬉しい。あの前のそのパルデア地方のポケモンは、まあほぼ捕まえ尽くして、なんか図鑑埋めるのに全然出ないなみたいなポケモンぐらいしかいなくて、なんかちょっと停滞してたの。まあいっかって。で、新しいそのダウンロードコンテンツで北上っていうところに行くんだけど、そこだとまた新しいポケモンが出てきて、でもね、行った瞬間にロコンとかいて超テンション上がった。ウパーとかロコンとか、あのなんか私が子供の頃の知っとるポケモンやっていうのがいっぱいいて、捕まえて、で、なんかね、いろんな新しいエモート動きがもらえるらしいっていうのを見て、それツイッターで調べて、これねっつってやったりとかして、なんかね、いろいろ楽しんでますよ。この間ポケモンしてた。まあ休日はだから大体そんな感じだね。休みの日はずっとゲームしてるかもしれない、一日。じゃあ、目覚めるパワー源しよう。目覚めるパワー源って何？あ、目覚めるパワー現象ね。あ、なるほど。え、天才じゃん。これのことはすっかり忘れてた。なるほど。じゃあトレンチコートさん、あなたの仕事がある日は全然起きれないのに、休みの日は早々に起きて活動できるんですが、この現象に名前をつけていただきたいですわ。目覚めるパワー現象です。イエーイ。私絶対忘れるからここに書いとこう。なんかパワーちゃんみたいなんだけど。現象の正体大事だっけ。うわっ、あ、これか。うわっ、怖っ。うわっ、すごい嫌だ。うわっ、漢字書かない人こうなるんだよ。怖いわ、怖い。はい、ということで皆さん、たくさんのメールありがとうございました。私が経験値をゲットできるチャレンジコーナーです。今からチャレンジすることを見事達成できればレベルアップ確定。達成できたかどうかは番組スタッフが反応します。今回はこちらにチャレンジします。お題付き玉入れ。はい、運動の秋、スポーツの秋。はい、だって最近やすこさんを知ったんだ。はいって可愛いよね。来週月曜はスポーツの日。そんな時期にちなんで、運動会の定番玉入れをアレンジした企画を行います。用意されたボールをバケツに投げ入れます。ただし普通に投げ入れても味気ないので、こんな条件で入れてというお題を出します。目を閉じて投げてとか、利き手じゃない方で投げてみたいなやつです。チャンスは5回です。3回クリアできればチャレンジ成功、レベル1アップとなります。はい、ということで所定の位置についていきましょう。それでは早速やっていきましょう。お題はこちら。最近許せなかったことを叫びながら入れる。はい、最近許せなかったことを言います。なんだろう、待って、時間かかる、どうしよう。最近許せなかったことは、最近許せなかったことない。入んない、入んない。これや。はい、じゃあ次のお題。ラケットで打って入れる。ラケット、
あー、むずくない？次、その場で3回回ってから投げる。いきます。1、2、3。あー、入んない。次、もうダメじゃん。3個同時に投げて全部入れる。え、せーの、ほい。お、1個入った。次、バレーボールのサーブみたいに高く上げてから入れる。ふっ、ふっ、あー、1個も入んなかった。ショックです。ということで、今日は失敗、レベルアップならず。すごいよ、かりんちゃん。眩しい太陽を見上げた時、君に会いたくなった。このソヌガトリガー、恋人がいるって最初から知ってた。話の合うただの友達、君に勧められた映画の半券で帳簿になんとなく挟んだ。向かいのホーム向きにと目が合った。急行二人の赤い糸を切り離す。意地悪ね、青い空が綺麗だった日、あの日を忘れてない。目に映るものすべて、これは君を思いつくんだ。私だけの青春、あの空が鳥が中田さん、こんばんは。中田さんは辛いもの食べられますか？多少なら。お、どの程度いけます？カレーの何か。グリーンカレー。グリーンカレーちょっとシャープグリーンカレーの辛さが想像つかないんですけど。何だろう、トムヤムクン。ああ、じゃあ結構いけません？それ系はいける。アジア系の。アジア系辛いはいける。じゃあ、激辛ラーメンとかは。激辛の中本は食べたことない。ああ、それは単に機会がなくですか？それともなんか怖い、ちょっとビビって。ちょっとビビってる。そうですよね、やっぱ激辛のお店みたいに歌われてるから。お腹壊しそうだから。まあでもなんか辛いもの好きな人に聞いたんですけど、うん、辛いもの好きが好きとして翌日お腹はちゃんと壊すらしいです。そうなんだ絶対嫌だ。口周りは大丈夫でも内臓は全然ダメらしい。痛めてる。だからマッカートは多分あんまり向いてないと思う、激辛。じゃあちょっとそんなお話でグンさんからお便り来てるんですけど、はい、マッカートさん、こんばんは。こんばんは。この間久々に激辛チャレンジをしてとても辛い思いをしましたどうしたら辛い食べ物に強くなれるのでしょうか、だそうです。え、それだけ？うん。ちなみにグンさん、漢字上で辛いと辛いを一緒に混ぜてくるんで読みづれよって作家さんが振り仮名つけてくれてるんでなんとか読めましたけど。助かる。めちゃめちゃ難しいですね。そうですね。だって AI だからね。そう、認識されないです読み方ね。一緒になっちゃうから。辛い思いをしたでも、まあ、通じるっちゃ通じるけど。辛い思い。辛い食べ物に強くなれるでしょ辛い食べ物。辛い食べ物って何やねん。イナゴとかですか？へぇ、でもイナゴ普通に食べられる方もいらっしゃるから、まあ、人によったら辛いかもしれないね。そうですね、うん、
まあ、とりあえず激辛に強くなれる応援をお願いします。はい、じゃあ辛いの食べたい軍さんに一言言いたいんだ。牛乳牛乳牛乳元気になれるよ。ありがとうございます。はい、牛乳、牛乳を飲んでから食べる。なんかお腹に膜張るといいみたいな話は確かに言いますよね、うんうん、なんか水だと逆に痛いって聞きました。あ、そうなんですか。激辛好きの人が言ってました。あの水の吸うとかんで口の中痛くなるって。あ、そうなんですね。あの油とか落ちちゃうってことですかね。なんなん、そういうことなのかね。結構だってまあ水じゃなくてウーロン茶とかも油落とすとか言うじゃないですか。あ、うんうん、でそういうのだとガード剥がれちゃったりするんですかね。剥がれそう。膜を張った方がいいと思う。いやきつそう。牛乳豆乳乳シャーベも辛いの苦手だから、はい、あんまり挑戦したことはないんですけど。挑戦するとしたら、うん、どうやっていきますか対策。いやもう水いっぱい飲むしか想像つかないですけどね。なんかチャポチャポになっちゃいそう。やっぱそうなるか。うん、だから軍さんも無理せず辛いもの食べない方がいいと思う。でも久々に激辛チャレンジをしてって書いてあるんで、たまにこういう辛いものを食べる期間があると思うんですよね。なるほどね。さん時々ね、うん、どうしても無性に食べたくなるみたいなのがあると思うんですよ。あ、よく言うよね、辛いもの好きな人、はい、なんか激辛カップ麺みたいなさありますね。それこそ仲間ともそうだし、なんかでもすごい辛いの得意な友達が、はいはい、ある程度の辛さまで行ったらもう美味しいとかじゃないって言ってた。別に美味しくはない。何のモチベーションで食べてるの。なんか結構辛いとこまで行って、はい、そこまで美味しい辛さがあるんですって、はい、それより超えるとなんかうんって言ってた。ただ辛いものに挑戦している。やば、何のモチベーションなの本当に。達成感。登山と一緒ですね。そこに山があるからみたいな感じで。そこに激辛があるから。やば、やばいですよ。ちょっとシャーベには信じられない世界ですけど、逆にあの甘いものとかだったら、うん、いくらでも食べられるとかあります。あー、いやー甘いものきつい。激甘チャレンジ。しょっぱいものの方がいい。激しょっぱチャレンジ。あ、無理か。クエン酸とか、あれ酸っぱか。激酸っぱチャレンジ、いやでも激甘の方がいいかな。一番その味覚でいけるとしたら激甘チャレンジですか。激甘ですね。じゃあ中田さん激甘チャレンジ今後あるかもしれないので。吐きそう。虹色にしてくる。そこだけ気をつけてもらって。まあ軍さんもね無理ないよ、はい。無理ないようにお腹は壊さず、たまには楽しんでください。それもまたあなたの幸せにつながりますように。ということで、すごいよかりんちゃんではかりんマッカートさんに応援してほしい人を大募集。タイトルに応援希望と書いてどしどしメールを送りください。よろしくお願いします。すごいよさあ298回目いかがだったでしょうか。あと2回で3回。さて番組ではメールを募集しています。普通歌メール、カリン・マッカートさんに応援してほしい方にメールが採用されるとステッカーをプレゼント。さらに番組冒頭の私への一問一答、私に歌ってほしいカラオケリクエスト、身につけろすごいことでチャレンジしてほしい企画も合わせて募集しております。メールアドレスはこちらです。カリンアットマークセカンドチャットドットジャピン。はい、そして番組の X フォローお願いします。フォロワー数100ごとにレベルアップ。そして現在確定している美味しいことはレベル280で2週連続ゲスト調整です。みんなの力でレベルアップさせてください。今あのここにさ、なんか情報を見れるモニターがあるんだけど、そこであの可愛い立花ひなさんが出てきて、おお、びっくりした。はい、お知らせです。10月21日セカンドショットガールズパーティーコラボレーション2023オータムに出演します。チケットは一般選考抽選受付中となっております。皆さんぜひ遊びに来てください。そしてすごいよかりんちゃんの番組グッズがセカンドショット通販で販売中です。高橋かりんオフィシャルファンアプリかりんのパレット会員募集中ということで、今回はここまでです。お相手は高橋かりんでした。バイバーイ。退席。続けたい。